はい、ということで今日はねオフコラボでホラーゲームをやろうということで、はい、ルイルイちょっとどうしたどうしたのルイルイ。私うん、先々週にホラーウィークを終えたばかりなんですけど、そうなん、ちょっとルイルイの方にマイク近づけちゃうよ。私ちっちゃいって言われました。うん、ちっちゃいって言われた。叫び声あげたらめちゃくちゃでかくなりましたということで、はい、やっちゃいますか。やっちゃいましょう。それともちょっとお話しするせっかくだから。だって2人でコラボって初めてだよね。あ、2人は初めてです。もうすぐ仲良くなっちゃったよね。仲良くなりました仲良くなっちゃったんだよみんな。でも2人でコラボしようねって言ってから結構経ってからの。そうだね、私がなんだ私が誘いますって言ってちょっと、うん、臆病になって誘えなくなっちゃったやつ。本当、はい、いいんだよ臆病ならなくてもルイネとはどれぐらい仲良くなったの。え、もうこれぐらいだよね。いや見えねえか手で表現しても見えねえね宇宙がこんぐらいだとしたらちっちゃい宇宙これぐらいだよね。コロネ先輩からコロさんになりましたもんね、はい、確かに、うん、なんかスーって変わってたね、うん、コロさんって最初に呼んでもいいんだよって言ってもらえて、そうなんだ。でもコロネ先輩ってずっと言ってて、ずっと言ってたよね。一応勇気を出してコロさんって言ったら、うん、コロさんって言ってくれたでもなしに、あ、何ルイルイって言ってくれたから違和感なかったと思う。違和感がなかったと思うよ全然違和感がなかったんだよね。よかった。え、でさっきさお酒飲んだこと言う、はい、あ、言っちゃったよ聞いててもコロさんもそう思うってことでしょ。まあね。え、でてこさ一個言いたかったんだけどさ、え、待って、うん、いつからコロさんって呼んでた。いつだったかな。え、急に呼んでたさ急にコロさんってさ距離詰めてきたからびっくりしたねちょっと待ってよねえちょっとコロさんこれはひどいくじだよ。違う、だってさ前までさ、うん、コロに先輩って言ってなかった。まあ確かに、まあちょっと前までは待って、何の心のその心境の変化があったの。いや、なんか前までは確かにほらコロネ先輩ってなんかまあ言ってたペコだけど、うん、まあもうほら出会ってまあ1年ちょびっとで、うん、ペコでしょ。そしてでペコでしょ。ほら時々さなんかコラボしたいねやいのやいのって言いながらもうなかなかしない期間があったペコじゃん。そうだね。だからペコらはもうコロさんともうコラボするには距離を詰めなきゃいけないとペコラ思って。なるほどなるほどね。コロさんって言ってたペコだけど、まさか本人から言われると思ってないってことから、本人がドキンってきたよドキンと。いや、マジでこれさっき言わなかったのは配信で聞こうと思ってね。あ、怖い、マジで超怖いペコなんだけどじゃあもう1時だから終わりますか。寝ましょう。もうドゥ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